300年選手でがこういっぱいする植物が何じゃろはびこっとろ、なこれはそういうけは300年を越してきとるっちゅうことやの。あんたらのちょうど顔にな、あのシミができたりシワが増えたでしょ、それと同じなんだ。表現がちょっと悪いがの、下品で。あ、それが少し。あ、どこになりますよね。うわ、ほんと。違うか。うわ、すごいすごい。これは月夜竹のまだ比較的若い方。あ、でも綺麗だ。椎茸に似てるね。月夜竹の間違う。若いの。大体な。こういうチョコレート色をするんだよ。あれもらって帰ったけど。中村さん、これを持って帰った方がいいかな。ありがとうございます。ここもな、ここ終わったらやっぱしここにシミがある。これを島根県でもね、それから足が切ったしか、北陸の方、食べますよ。塩水に。な、一冬つけます。そうすると毒が抜けてね。しばり県の大地区の方。付け根のとこを削り取ったらいいとか言ってた。そうかな。塩漬けにして保存食にするんでしょ。いや、あの鰹の缶別だけだから。全部にありますよ。ありがとうございます。はあ、中村さん、それはまあ食べてもそんなに大差のない年であろうが。便秘薬だ。大地区や徳佐の方も、瀬戸内海側の風が当たるようなところの、あの山には赤松が日本海側よりも多いんです。それけ、広島の松茸が徳佐の、落ちてきたこの葉っぱ、これは何の葉だろうか。どんぐり系。これはどんぐり系だろ。どんぐり系だけど、水なら。水なら。あ、この辺水ならどこやろ。そうなら。それが水なら。ね、水なら。あ、水なら。水ならも栗も。これはほうの花。今度ないし、どうしてるの。ほう、そうか。ほう、そうか。ほう、ほうの木どれですか。ほう。ほう。ほう。お母さん、落ちてしまう。お母さん、あんたね、それならほうの木をね。これはすごいな。まあ、ここにもあるんですね。ああ、本当だ。あ、ずいぶん、これはこの、ね、ここにもあろう。あ、これは今年のものじゃないですね。最近ではね、阿蘇路のね、あの森で熊の爪痕に出会うなんかっていうのはね、ほんの少ないよ。な、爪を立てて登ります。ね、そして実を食べる。あ、まだ登るんや。今年のなんじゃないよ、ね、すごいんで。あの大きい体が。そんな木の方だ。皆さん、あんたらね、今日もうちょっとね、雨が降っとったりすると、ものすごくね、神秘的なその現象をその目の当たりにできるんだけど。あんたら、植物は、木は枝を張ってな、その先に葉っぱをつける。なして枝を張るんだ。お星様。おお、お星様。ここ星様。光に日光浴をしっかり
葉っぱにたくさんの葉っぱにどの葉っぱにも日光浴させて、うん、な光合成なあの炭水化物でんぷんをしっかり作らなきゃいけない、そういう日光浴を十分にな葉っぱにさせるために枝を張る。もちろんそれは主目的ですな。しかし植物の機能にはそれだけの機能でなしに多様な機能をその、うん、備えてるんで、枝を張るっていうことは植物にとって、うん、二酸化炭素を吸ったり酸素を出したり呼吸するために酸素も吸う、そういうことだけでなしに何がいつも一番大事な何かな、そうだ水だな。水っちゅうものはこれはたくさんに必要だで、うん、ああ終わりなんじゃ心配せんでも、このなんじゃ腐葉土の下にはしっかり水分が、うん、保たれとらい、いやそれだけじゃ足らんのよ、うまいことなっとるで、雨が降ったその雨水を直接葉っぱから枝から集めて根元へ下ろす集水器だの、すごいてえな、そういけえな、雨がなんでその夕立でもの、ひどい時にな、山で、うん、滝になって落ちるけん、うん、それきわしらはなんじゃっけ、その夏は真っ裸になって、うん、そこれは本当のグリーンシャワーじゃ。よう見りゃ下の方に大きなキノコが生えとったりするけな、あんまり言い過ぎちゃおかしくなるけや。そのなんじゃっけの、そのあの霧が当たってここへこの苔に十分水分を吸い込んだということもあるけども、枝からじわりじわ落ちとる落ちとる、いいと言われ落ちろうがや、落ちてる、水滴は落ちた、あれはわしの話じゃなあで、落ちた自分の根元にこれだけ効率のいい機能なあわなあ、ウリハダカエデ、ウリハダカエデな、ウリハダカエデ、これがな一番綺麗に紅葉します。赤に赤地よりも紫に近いの、もっと上がろう、ここの上の方であるはず、今作ったんだよね、苔とこの天然水とはやっぱり一致するんで共同体なんで、苔が生えてるとはかわいそうにの、この天然水にとっては迷惑じゃないな、根に与えてくれる乾燥を防ぐ、そういう働き、だけど苔は苔でそれなんで自分のそのひっつくところは場所を提供してもらう、そしてその川から養分が